久保さん。久保さんはやっぱいろいろな目立つ技術、技を持ってますね。さすがです。まあみんな多分ね、あの目立つっていうのが、まあ、勘違いしてるんじゃないかなと思うんですよね。目立つイコールチヤホヤされる、人気者になる、なんだろうな、あー人に認められるとか、な、なんか目立つイコール、なんかそんなに良くないことみたいな。 ななんかかそう入ががある人が多いいもしれないですねうんただ僕の目立つっていうのは何かっていうとお金を稼ぐために、まあ、久保さんがいい言葉言って,言ってましたけどここにいるよっていうとお金あそこにいるんだみたいなひょいってくるみたいなねいいなんか表現してましたけどその目立つっていうことはなん、あのー、だろうな例えば例えばでしょ例えば道路交通標があったとします でもそれが全く目立たなかったらどうでしょうか危険ですよね。止まれっていう看板がね、目立たなかったらどうでしょうか危険、危険、なんか行き止まりみたいな、崖っぷちみたいな、この先行き止まりみたいな、この先崖だよみたいな標識がね、目立たなかったらどうでしょうか死にますよね。突っ込みますよね。うん。だから、目立つっていうのは、実は、あのー、得るものも得るし、 防御ででもあるわけですよ、うん、だからなんだろうな知られてないっていうのがうーん例えばでしょあとはうんなんかあの子供がデパートで迷子になるじゃないですかねな迷子になったとするじゃないですかで名前はって言ってね名前はって聞かれると思うんですよ名前はみたいな。 名前言ったとするじゃないですか。で、アナウンサーでね、デパートでね、名前呼ばれるじゃないですか。誰もその名前に反応しなかったらどうすか、その子供。その子供どうすか。もうずっと迷子のままですよね。ある特定の人に名前が、あ私の子供もだって分かるから、目立つから、ねうん、見つけられるわけじゃないですか。だから、人って結局その目印というか、 目立つというか目印ですね。うん。目印があった方がいいんじゃないかなっていうところですね。目印というか、うん、広島の久保です。あ、広島に久保さんでいう人がいるんだ。とかね。そ、っか塾の久保です。っか塾っていうのは久保さんがやってるんだっていう、いう目印ですね。<laughs> 目印があると、そこに行きやすいし、 標識があると入っちゃいけないのか入っていいのか分かりやすいですし、うん、サイトがあるか、ホームページがあるかないかで、うん、分かりやすいし、どうでしょうか。うーん、Amazon でね、例えば商品名もない、写真もない、どうやって商品買います <laughs> 商品名もない、画像も透明。どうやって商品買うんすか <laughs> 無理じゃね うんだから、目印っていう、なん,なんだろうな、目印っていう言葉ちょっと微妙かなうーん。生きていく上でも、でも必要ってことです。うん人に認,認知される、認識されるってことですねうん。認識されなければ、例えば会社に行っても、透明人間ですよね。よくなんか、窓際族ってあるじゃないですか。窓際族で誰、誰からも認識されずに、 窓際で孤独に仕事するしんどくないですかこれ。会社に行っても。うーん。だからまあ、なんだろうな。目立つっていうのが、ん、合わないんであるならば、目印をつけようでいいんじゃないですかね。はい。いってらっしゃい。